けど、モーニング娘。って可愛い人しか入られへんやんって8歳で気づいたんです。はい、よく気づいた。よっ、ね、英語も話せてピアノもできるって、あと見た目が良かったよね。やめて、それは言わへん、約束やん。それは多かったっていうことですよね。ちょっと待って、あらら、ジャニーズがそんないやらしい質問するんやね。あの、そういう担当です。あら、なんで結婚できたのかなっていう。なんで結婚できたのかすごい、なんかいい風に褒めてもらえたかなと、最後にグサッてきたね。だいぶ時ありましたよ。なんであなたが結婚できたんですか。まあ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 、すごいモデルだから。ごめんなさい、それはごめんなさい、本当に。一緒に住んでるってことですよね。な、家借りたばっか。そうそう、借りたばっか。そうそう、そこが聞きたかった。何何何、どうした。さあ、お家賃はいくらでしょうか。お前は、もう、金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 、私は。なんかそこそこね、するわけ。私は今。ご自身で助監助手とは思われてますか。改めて聞かれたこと、しかも失礼すぎる。だって女性やから。女性、女子よ。すいません、ちゃんと聞き直して。そうよ、入助監助手ということなんですけど、安藤さん自身はその助監助手って思われてます。全然この一日一緒じゃないかって。いや、多いな。思われたことありますか、その大きいな。日本からね、一人ちゃんと一緒に。まあ、あの、皆さん、これはあの、これは違うやん。これはね、それでは王林ちゃんの寺田心くんが絶対に言わないことです、どうぞ。はい、このチケットで東京に帰ればいいですか。え、グリーン車じゃないんですか。ほぼほぼ心くんじゃないけど、この気がするけど。嬉しいよ、久しぶりにみんなに会えて。俺は相変わらず低予算よね。それだったか、マジで。ちょっと待って、サンタさんはいますか。ああ、これはリュウタ君に聞いた方がいいんじゃないですか。リュウタ君に聞こう。サンタさんはいません。すごい、気づいたらこうやってたの、ハードルを。だから結婚できたんです。だから結婚できたんです。なんか失礼なこと多いな。それは俺が言うから、言われるとちょっと悲しくなってくる。すごいね。